すごく元気。この群れが一番今元気な感じですね。今後の方針を決めるためにも蓋を開けてみてもいいかなと思ってるんですよね。あれ、今西洋ミツバチみたいなのがいたけど色が黄色いだけなのかな。なんか結構体も大きく見えるけど、これは蜜を運んできたんでしょうか。かなり黄色っぽいニホンミツバチが多いみたいですね、この群れは。スクズも一生懸命運んでます。ちょっと開けさせてもらおうかな。はい、これも結構元気です。こんなにスクズも落ちちゃってます。ここも開けてみた方がいいかも。今日は元気な群れをちょっと確認してみようかなと思います。こちらの群れは去年の春に最後の女王だったのかな、巣を最終的に引き継いだ群れなので古い巣が多い可能性もあります。古い巣をそのまま使い続けてたためにこれだけスクズが出ているっていうことだと思います。蜂が元気なんで、だいぶ蜂自身が今も一生懸命くず出してお掃除してますので、そういう意味では心配はないと思うんですが、これだけ元気だと分蜂も早いと思うし、あとやっぱり多分開けるとこう巣枠の上に盛り上がった巣があったりとか、くっついちゃった巣とかを少し掃除を始めようかなという気持ちもあるので。開けてみたいと思います。今日も日当たりがいいところは暖かいんですが、ちょっと風が冷たいのと、こっちのニホンミツバチのエリアはこういう大きな木の下なので、西洋ミツバチ飼っている方も暖かい方と比べるとかなり涼しいです。なのでちょっと蓋開けてどんなになってるか見てすぐ閉じちゃう感じだと思います。かなり蓋をずっと開けてないのでどうなってるか楽しみです。この巣箱、去年盛り上げの枠をつけたので、蓋の部分が高くなってます。ちょっとどっちを取ろうか迷ってるとこですけど、一応上を取ってみます。こんな感じで盛り上げてました。蜂がちょっと騒いでます。まあ今日はね、特に何もしません。こうなってると分かったので私は満足です。これをね、取るかどうかというか、まあ最終的には取りますけど、ちょっと今ね、蜜割っちゃって悪いことしちゃったんですけど、蓋のこのくっついちゃった部分だけきれいにして蓋を閉めましょう。こんな感じで蓋にくっついた巣を取りました。でまた蓋をします。次回開けた時は、まあ、この部分を蜂が修復して、そんなにちょっとは蓋につくかもしれないですけど、そんなには開けやすい状態だと思います。これを取って巣枠を見るのをまだ先になります。この部分を取り除いていく作業っていうのはもうちょっと暖かくなってからにしたいと思います。今日はまだちょっとこれを何かするという気候でもありませんので、中が見られてよかったです。ありがとうございました。では今日は閉めます。今ちらっと蓋を開けて見てみることができました。すごく清潔感あったと思います。やっぱ蜂はね、群れがしっかりしてるのはお掃除が本当抜かりなくされてます。だからやっぱりこういうふうに見るだけの時っていうのも、結局その蜂が巣虫対策とかでろうで隙間を埋めたりしてるのを崩しちゃってるわけなので、まあ、蜂にとっては迷惑なことをしてしまってるかなとは思うんで、まあ、最小限にっていう感じでやってるんですが、今日は中の様子見られて本当良かったです。本当正直言っちゃうと、この群れはこの盛り上げの巣枠をつけた後だから、多分秋、もう夏の頃ぐらいからもう見てないんですよね。全然蓋は開けてないです。でそのまま越冬してきたという群れです。この群れも末っ子の女王蜂みたいな、そういう女王の群れなので、それまでの巣を引き継いで使ってる群れなんで、比較的古い巣が多いので、こう巣くずも多いんだと思うんですが、まあ蜂が元気なのでね、お掃除もかなり万全のようです。何度も言ってますけど、もうちょっと暖かくなったらまた蜂の様子も変化していると思うんですが、その時に今見た盛り上げの部分を少し取るなりして、巣枠を上げられるような状態にしたり、あと巣箱を入れ替えることもあるんですけど、そういう作業が続いていくという感じです。ちょっと今日はもう1軍か2軍中見てみたいと思います。はい、続いてこちらの群、先ほどのようにすごく開けてみたいと思います。この群れも結構明け元気です。どうなってるでしょうか。では開けてみます。はい、こんな感じでした。綺麗ですよね。さっきの巣箱と違って盛り上げの枠をつけてないんで、盛り上げてる高さは低いんですけど、やっぱり盛り上げはあります。綺麗にしてます。うちもたくさんいるし、この群も今のところはこの蓋についたのだけきれいにして閉めちゃいます。ちょっと蜂たちが邪魔なんですが、こっちだけガリガリやってるとね、蜂も逃げてきますからね。飛べないのかな、飛べないんですか。これね、こういうこのラインみたいなローはやっぱり蜂が一生懸命その下からガードするために隙間を埋めてると思うんで、止めればいいかな。一回外れちゃったからね、やり直さないといけないのかもしれないです。蜂さんのこだわりとしては、でもあとはお願いしようかな。軽くそうしましょう。ちょっとどこ取っちゃうかな。蜂の方が詳しいからね、いろいろ。こんなもんかな。じゃあこの蓋を閉めておしまいです。まあ何度見ても綺麗というか芸術的というかすごいなと思います。今ちょっとちぎれちゃった部分があるんで修復してんだと思います。すごく綺麗です。巣箱の中はとても綺麗です。この群れも順調そうでした。盛り上げはそんなになかったですけど、巣枠の上から見て清潔感がありました。蓋開けて少し警戒してるのかな。門番がちょっと目が険しい感じしますけど、まあ特に騒がすこともなくできたので大丈夫とは思います。ではもう一組見てみたいと思います。今日はこれで最後になると思うんですが、こちらの群も蓋を開けてみたいと思います。この群れもですね、盛り上げ枠がついてますので、まあ去年春以降結構勢いあって巣枠の上に蜜を溜めてました。それがどうなってるか見てみたいと思います。はい、すごいことになってました。今警戒フェロモン集合出させてしまったですね。すごい巣箱の中はとっても綺麗です。どうしよう、これ戻さなくてもいいと思うんですよね。戻さなくても十分蜜はあるのでいただいちゃうかな。すごい綺麗、すごく綺麗です。別のアングルから見てみますと、きれいな壁になってますね。こっちも上から見てこんな感じです。なんか今喧嘩の声がしたので、もしかしたら他のハチが来ちゃってるかもしれないので、急いでやらないとダメですね。こんなこともあろうかと大きめのタッパーを持ってきてよかったです。では取ります。だいたい蓋も今ざっとお掃除して、蜜もこちらに取ることができましたので、巣箱の蓋をまた閉めて終わりにしたいと思います。はい、一応作業終わりまして、蜂さんは中に入っちゃってるみたいですけど、まあこれ盛り上げの枠もついてる群れで、蓋を取ったら一緒に盛り上げ蜜が取れちゃったので、思いがけず蜂蜜をいただいてしまったんですが、結構すごく綺麗な巣蜜が取れました。ありがとうございます。でだいぶまだあんな感じで蜜残ってはいたんですけれど、まあ、今日はやっぱり作業すると蜜が垂れたりとか、寒いですし、今日はあれ以上取るのはやめました。また暖かい日に蓋を開けて様子を見たいと思っています。結構ね、これからやっていく作業としては、巣枠を見ることができるように盛り上げ蜜を取ったり、まあ、あと巣箱を入れ替えたいので巣枠を引き上げられるようにお掃除していくんですけど、意外と最終的には盛り上げ部分ぐらいはちょみつはいただけるという感じがしてます。勢いがいい群は取ってくそばからまた蜜が入ってきて盛り上げようとするような群もいますけど、だいたい盛り上げたずっと溜めてきた蜜はそんなに使う前に花が咲いたりして、また新しい蜜溜めてるような感じがしますね。いろいろなパターンはありますけど、なのでまあ今日は結構巣くずがたくさん出てるような元気な群を開けて見ることができて本当良かったです。やっぱり元気だとは思ってても、もしね蓋開けておかしなことが起きてたらどうしようという気持ちもありますんで、今日は中見られて、そして少し蜂蜜もいただけてとても良かったです。ありがとうございました。蜂さんに私が引きちぎった巣のかけらを早速お掃除して外に出そうとしているようです。やっぱり多少邪魔をしちゃうんですよね、私が開けるってことはね。まあなるべく迷惑かけないようにしますのでよろしくお願いしますという感じですね。